坂崎直盛、浮田戦火は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、大名、浮田忠家の子、浮田直家の甥いにあたる、浮田秀家に仕えた後に、徳川家康に仕えた、関ヶ原の戦いの功により、津和の上司となって坂崎と改正。美全国の戦国大名、浮田直家の弟である、浮田忠家の子として生まれ、 重帝の浮田秀家に仕えた。父、忠家が豊臣秀吉の直進に取り立てられた天正14年頃に家督を相続したと考えられている。文禄三年冬頃、戦火は大阪城下でキリシタンの講話を聞いてその教義に傾倒した。日本人修道士のビ微戦手党員は戦火がキリスト教に傾倒していることを知って戦火を 小西幸長の屋敷に招き、徹夜で、キリスト教の教義を議論した結果、戦火は洗礼を強く希望した。それに対してビセン手は、多くの教理を理解しなければ、受戦は難しいと説明したが、戦火はできるだけ早く洗礼を受けることを求めて、受戦し、パウロの洗礼名を名乗った。当時の豊ミ政権は、天正15年のバテレン追放令によって、 キリスト教の信仰を制限していたため、ヴィセン手は戦火の身の安全のため入信を隠すように約束させたが、戦火は約束を破って微戦国に帰国して入信を宣伝し、不況のようなことを始めたという。なお、戦火の受戦の経緯は、この頃のイエズス会宣教師オルガンティーノの書簡に詳しく記されている。文禄5年、戦火は自身の屋敷に、 イエズス会の宣教師を招き、同僚の赤島さのりへの宣教を依頼し、松田き一の推定によると同年末か翌年初頭、大西安政の推定によると同年10月までに、全昇は受選したという。同年10月に、秀吉によって再度禁教令が発布され、京都や大阪の多くのキリシタンが捕獲され、長崎へ送られて処刑されたが、この禁教令が発布された直後、 戦火、全ロボルは大阪の教会を訪れて二人のイエズス会の宣教師を説得して退避先に逃がしたというエピソードがある。戦火は重帝の浮田秀家に仕えて2万4000国の治療を与えられていたが折り合いが悪かった。そのため、慶長5年1月に浮田タ氏においてお家騒動が発生すると主君・秀家と対立することとなる。 徳川家康の裁定によってそのまま、家康のもとに、お預けとなり、直後に発生した、関ヶ原の戦いでは東軍に組みし、戦後その功績により、岩見浜田二万国を与えられ、後に、同国津和野に三万国を与えられた。この時、浮北の名を嫌った家康より坂崎と改めるよう、命があり、これ以降、坂崎直盛と名乗るようになった。 現那元年の大阪夏の陣による大阪城落城の際に、家康の孫娘で豊臣秀頼の正室である千姫を大阪城から救出した。この後、千姫の扱いをめぐって、直森と幕府は対立することになり、最終的に千姫を奪おうとする事件を起こしており、これが千姫事件と呼ばれる。この千姫事件については、 ナオモリが千姫を再化させることを条件に、直接家康の依頼を受けていたが、これを保護にされたとする説、家康は千姫を助けたものに、千姫を与えると述べただけで、ナオモリに依頼したわけではないという説がある。またナオモリが千姫を救出したかという点についても、また実際に、ナオモリが救出したわけではなく、千姫は、豊臣味方の武将である。 堀内宇治久に護衛されて、直森の陣まで届けられた後、直森が徳川秀忠の元へ送り届けたとする説があり、この他、直森が火傷を負いながら、千姫を救出したにもかかわらず、その火傷を見た千姫に拒絶されたという説もあるが、このうち火傷に関しては俗説であるという意見もある。また、事件の原因としては、こうした千姫の救出ではなく、 カフとなった、千姫の身の振り方を家康より依頼された直森が、クケとの間を終戦し、縁組の段階まで話が進んでいたところに、突然、姫路神殿藩主、本田忠時との縁組が決まったため、面目を潰されたという説もある。いずれの理由にしても、直盛は、大阪夏の陣の後、千姫を奪う計画を立てたとされるが、この計画は幕府に露見していた。 幕府方は、坂崎の屋敷を包囲して、直森が切腹すれば、家督相続を許すと持ちかけたが、主君を切腹させるわけにはいかないと家臣が拒否し、撃たれたという説、幕閣の還元に乗った家臣が、直森が酔って寝ているところを残守したという説、立花宗主の計策により、野牛宗則の還元に漢字入って自害したという説がある。なお、 野牛胸のりの還元に漢字入ったという説によれば、野牛家の家紋の野牛笠は、坂崎家の家紋を胸のりが譲り受けたとも伝わっている。一方、当時江戸に滞在していたイギリス商館長、リチャード・コックスの日記によれば、1616 16年10月10日、夜遅く、江戸市中に騒動を起これり、子は、デワデンと呼ばれし武士が、皇帝の女が、 明日新夫に河川とする夫に奪うべしと高原世氏により手なり。け田氏老皇帝は、生前に彼が大阪にて、秀頼様の敵となりてつくしし功績に対し、彼に彼女を与えんと約せしに、元皇帝はこれを承認せずして、彼に切腹を命ぜり、されど彼は命を放ぜず、すべて提発せる新家仙人を呼び、婦女五十名と共に、その屋敷により、 港も西に至るまで抵抗せんと決せぬ。税において皇帝は、兵士一万人四人をもって、その屋敷を囲ましめ、家臣にして穏やかに主君を引き渡さば、凡十九歳なる長子に、領土相続を許さんと、告げしに、父はこれを聞くや、自ら手を下してその子を殺せり。されど家臣などは後に主君を殺して、主宮を、帝外の人に渡し、その条件として、 彼らの生命を助け、労働を他の子に違反さんことを求めしが、風評によれば、皇帝はこれを脱せしよしなり、とある。ともあれこの騒動の結果、大名の坂崎氏は断絶した。関ヶ原の戦いに敗れ、改役されたでは横手城主、小野寺義道は、津和野で直盛の庇護を受けていた。直盛の死後、十三回忌に義道はその恩義に報いる、ため、 この地に名護森の墓を建てたと言われている。墓には、坂崎では守るではなく、境では守ると書かれている。これは、徳川家に、坂崎の名をはばかったとされるを名乗っていたとも言われる。反省においては、速攻を多く作ったことによる蚊の大量発生に備えて、鯉の養殖を創始したと伝えられる。また、 紙の原料である構造の食事を奨励するなど、後のツ和野藩に与えた影響は大きい。直盛の性格は、直情的で、愚直、変質気質だった。宇和島藩主で宴席に当たる富田信隆が直盛の、家臣を殺した、浮田タサをかくまっていたのを知ると引き渡しを求め、拒否されると、武力衝突覚悟で一戦に及ぼうとしたり、引き渡しの一件を、 家康や秀忠に訴えてまで求めたりするなど、正確に、かなりの必要性が見られる。なお最終的に、幕府は、直盛もりの訴えを受け、富田を改易に処した。浦上浮きた両家機においては、武技強制、常に荒くして家人などを手打ちすること数知れず、武道も最も強し、されどもさして優れたる働きなきゆえに、ここに記さずと記述されており、気性は荒いが、 特段の武功はないという評価もある。ありがとうございます。